はい、またまたですね、火曜日がやってまいりまして、しつこくしつこく、ちょっとですね、今回またちょっと短い時間でですね、前回やりましたペンタックス64号、まあ中途半端なところでバラすだけみたいな感じになっちゃったんですけども、そのですね、ちょっとその後気がついた点をですね、ちょっとだけ喋ってみたいなと、思いまして、ちょっとですね、今日のあれに行く前に、はい、ちょっと思い、なかなかちょっとペンタックス645の資料みたいなものをですね、僕ちょっとあまり持っていなくてですね、全く、空想というか妄想というか、想像で喋ってみたいと思うんですが、まあ、このとにかく特徴的なんですね、ファインダー、こういう打破面がない、何プリズムって言ったっけ、なんか名前ついてるんですけどね。によって、こう、後ろ、こういう望遠鏡で見るような、感じになっているんですけど、まあ、このプリズムも非常に特徴的なんですけど、非常に面白いのがですね、こう、よく見ると、ここの面ですよね。これはこうね、少し斜めになってるんで、このプリズムも、こう見るとですね、前に、こういう位置関係じゃなくて、前こう、ちょっとこう、つんのめるような形になってセットされています。で、これ、あれ?と思って、まずこの、フレネルレンズじゃないのか、コンデンサーレンズ。フレンネルになってただのレンズなんですけど、まあ当然、凸レンズなんですが、こいつをですね、外して、まあこう見ますとね、こういう感じかな?あれ?どこ行っちゃった。こっちが太くてこっちに、だからこう普通のレンズっていうのは、中心を対象にこういうふうに、球になっているんですが、こいつはだから、中心がこの辺にあってですね、半分、だから大きなこういうレンズを半分に割ったような、断面に、なっているんで、ちょっとわかるかな。で、あれなんでだろうと思ってですね、さらによーくこうボディを見ると、要するに、この面ですよね。これ映ってんのかな。この、要するにスクリーンがですね、ここにの下からこう乗っかるんですけど、前に傾いてる状態だからミラーもですね45度じゃなくて、少しこっち寄りになってるんですね。だから普通のカメラの場合はミラーが45度で反射した光がまっすぐ上に出てくるんですけども、ペンタン6.5の場合は少し前に出ていってですね、で少しこのコンデンサーレンズでまた曲げられて、さっきの、プリズムに入ると。ですから、光路長は少し、前へ行って戻ってくるような感じで伸びちゃうんですけども、まあ、それによってですね、全体的にこう、前へつんのめってますから、当然この高さがですね、こういうふうに、前の方に沈みますので、まあ、相当多分高さを抑えるためにですね、こういったことを考えたんじゃないかなと思います。で、事実ですね、マミヤの645って、645の場合ファインダー交換式でここにウエストレベルファインダーがついたり、プリズムファインダーがついたりするんですが、多分高さで言えばですね、全然2センチぐらいペンタの方が低いんじゃないかっていうぐらいですね、こっちは低く抑えられています。まあ、当初から風景写真なんかでフィールドに持って歩くのを念頭に、開発されたなんて言われてましたから、まあ当然ですね、その、容積をこう、小さくする。それから、電池を6本かな、積んだ状態で今までのセミマンカメラ、ブロニカの ETR とか645の、マミヤ645とさほど変わらない重さになっているみたいな、ことを実現するのにですね、まあ、やはり、細かい工夫がしてあるなと、ちょっと驚きました。で、それからもう一つ気がついたのがですね、ただ、そうは言っても、このカメラ一体どういう意図で
最初作られていったんだろうな。まあ、多分、ファインダーも、ウエストレベルを捨てたから、こういった工夫をしてですね、プリズムファインダーに、固定してですね。ただ、まあ、こういった、ちょっとこう、イレギュラーな、光学系もできたと思うんですけど、なかなかちょっと、なんかね、全体的にすごく変な感じが受けるんですね。何がどこっていう、あれもないんですけど、ま、例えばこの、ここには、三脚の、穴がこう、ついててですね、モーターからの、駆動をですね、こうベルトでこっちに持ってきてるんで、こう、後ろへは、こういうね、ギアのトレーンで伝えてるんですけど、こっち側はベルトでなってたりとかですね。なんで全部ギアにしないんだろうとか。なんか、ちょっとこうよくわかんない印象がある。まあ、これはちょっと全く当てずっぽいですけど、だからその、設計はどん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 先に進んでいってるのに、こう、細かい仕様が最後まで煮詰まんなが、例えば営業的な戦略からやっぱりフォーカルじゃなくてレンズシャッターにするかもしれないとか、バック交換式にするかもしれないとか、いろんなことが、だから後からどう変わっても辻褄が合わせられるような、ちょっとこう、臨機応変といえば言葉がいいけど、こう、なんとなくこう、なんていうの、どっちつかずな設計なような感じが、例えばね、この辺にレンズシャッターになるから急に、チャージのためのギア1個つけてるなんて、まあ、ベルトでこういう風にしてれば、ちょこっとつけるのはそんなに難しくないような気もするんで、なんかそういう感じがすごくするんですね。なんとなくなんですけど、こう、30年前のカメラになっちゃうんですけど、なんかこう、ある機能を実現するのに、単純に最短距離で、じゃあ、こういう風にやろうって、そういう風になんかなってない、印象がすごくあって。で、一番びっくりしたのはですね。で、まあ、この辺の余計なギアちょこちょこ、外す。まあ、もちろん、ここにはミラーの部品もあるんですけど、で、最後にですね、こっちに2個、こっちに2個、このですね、ネジを外しますと、4つのネジを外すとですね、今もう3つ外れてるんで、最後の1個を外しますけど、まあそうするとですね、あれ？と、まあこう4本入ってるんですけど、そうするとここがですね、こう、こう分かれるんですね。で、こう、分かれるこの場所がですね、なんともこう意味ありげな場所で、フォーカルプレーンの膜があって、なんかこれ、要するにバック交換式じゃんみたいな、ところでちょうどボディが割れるようになってるんですけど、なんでこんなわざわざ設計にしたのかな。もともとバック交換じゃないカメラなんだから、ってこう思えちゃうんですよね。だから最初はバック交換式のつもりで設計したのか、それとも後からバック交換式にするよって言われたらすぐちょこちょこっと直しちゃいいのか、そんな風に考えてたのかなーなんて感じがして、っていうぐらいこう妙にうまいとこで撮れるんでですね。ただそのペンタの645、まあブロニカの ETR は、バック交換式で、マミヤの645はこの中枠を交換する方式だったんですけど、ペンタの645もですね、この中枠の部分だけは、外せるようになっていて、だから例えばハッセルなんかはよくやるのがスタジオなんかで撮ってるとですね、このバッグを、フィルムバッグだけをたくさん用意してですね、まあ、こっちに助手の人がいて、撮影12枚撮り終わると、すぐ引き蓋を入れてですね、さっと助手に渡すと、まあ、フィルムをもう一個まで巻き上げた状態のバッグを渡してくれて、カチャってつけて引き蓋を抜くと、
もう撮影すぐできるっていうのをパッパッパやってですね、まあなるべくこう撮影のテンションを下げないようになってやってました。で、やっぱバーク交換できないとそれがねって言われつつも、まあここの中枠を外してですね、モーターで巻き上げればそんなに実は違和感なく実際は撮影できたんですね。で、そういう意味ではあんまりバーク交換にこだわる必要ないよって結論になって、中枠だけたくさん用意して、その中枠を入れるケースなんかちゃんと売ったりなんかしたんですけど、で、そうは言ってもですね、だから僕はちょっとここでですね、まあ、あくまで想像なんですけど、だから普段はそれでいい。だけど、やっぱりその撮影の時にですね、ペンタン645、まあ、僕も実はそうだったんですけど、ハッスルにしようかな、645にしようかなっていう時に、やっぱり結局ハッスルを持っていくことが多かったのがですね、まあ、例えば、ストロボを撮影したり、で、自分一人でですね、風景撮りに行くには、645で十分だったんですけど、やっぱりその、スタジオなんかでモデルさんを撮るとか、なんか商品撮影するとかってなるとですね、やっぱポラロイド、ポラパックがないとですね、なかなか、撮影に、自分以外にですね、いろんなクライアントやデザイナーが立ち会うな時に、お、今どうなってるっていう時に、やっぱりポラを切ってですね、こうですよって言って、絵を見ながら、コミュニケーションを取るのが、まあ非常に普通に行われていましたので、だから多分ですね、もう本当勝手な想像なんですけど、こういう設計にしておいて、で、ポラロイド専用ボディをですね、なんか出そうとしてたんじゃないのかな。それはやっぱり、価格面とかなんかで折り合いつかないけど、なんかね、で、ポラロイドのバッグを交換式にしちゃったら大変なんですけど、もうあらかじめくっつけて発売して、それはコンタクスプレビューみたいにも交換できませんよってしとけばですね、まあちょこちょここういったところに出ている部品なんかもこう折り曲げてくっつけとくだけでいいし、ポラの場合はフィルムの巻き上げっていうのはそもそもありませんから、ユーザーが引き抜いて次に行きますので、だからね、こういったメカニズムも、元々不要になるから、なんかそんなようなですね、まあそんなことがあったかどうかは知らないですけど、そんなような要求が出てきても答えられるような、ちょっとこう、いろんな余地を残したこう設計になってるんですよねっていうぐらい、妙なところでこう、ボディが分割されるのでですね、なんかいろんなことを考えちゃう。なんていうようなですね、ことはまあ、ちょっとバラしてみなきゃわかんなかったんですけども、まあですね、結局645は、デジタルになって、この後新型が出てデジタルになっても、バック交換式にはなってないんですよね。まあ今の645デジタルがこういう風になるのかどうかは知らないですけども、まあ、ちょっとですね、こう、へぇ、へぇ、なんつって、いろんなことを、想像しちゃうようなですね、ボディの中身でございました。ということ、だからなんかその、朝日工学の写真とかなんか見てこう、これの開発秘話なんていうのがどっかにあればですね、それなりにこう、面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その辺がその、設計チームと営業チームとなんかと、あるいは社長なんかを交えてですね、こうわーってやりながら、結構長い開発期間かけたような気がしたんですけど、まあ、そんなようなですね、ペンタックス645、なかなか、面白いなぁと、思ってちょっと、喋ってみました。はい。録画の停止？停止しちゃっていいのかな？ちょっと時間が遅れてるんですよね、これね。最近ユーストリームすごい、ディレイされて出てくるんでですね。